波中世の強肩相性、ニアンがちょっとやばい。日本ハム万波中世外野手がいつか、募集していたレーザービームの相性をマンホール万馬券のニアンに絞った。日刊スポーツ日本ハム担当の XQTwitter に寄せられたアント担当記者のアイデアに目を通し、マンホールハガキ職人みたいな人いますね笑い。万馬券もいいですねと、感想を口にした。マンホール提案者の説明は万波ホール、走者を落とし穴に落とすという意味が込められているという。万馬券は文字通り万波の爆肩と、競馬の万馬券を引っ掛けたもの。なかなか出ないというイメージもあるが、あっと驚く強肩という意味も込められている。万波はどっちもいい。ちょっと選べない。ファンの人に投げたい。最終投票的なノリで。今後、イベントなどで意見を聞きながら、絞り込む。どっちも穴じゃねえか。ちょっと言いづらいんだけどさ、ダサくね。まん。どうしてこうなった？せっかく高卒が育ったのにこの仕打ち。夢があるのは万馬券やけどさ。マンホール、Sコンに穴開いて落っこちそう。万馬券、めったにアウトにできなそう。マンホールはさすがにダサい。日刊の記者さん、お得意のあだ名つけもうちょい頑張ってあげてよ。実況万波中世のマンホール炸裂、実況万波の万馬券が大当たり、いやねえわ。なんでや波動砲でよかったやろ。万じゃなくて波でかけた方がいいの見つかりそう。波動砲とかでええやん。波動砲って何 G で決めたやろ。波動砲は令和生まれには元ネタわからんでしょ。ジャンプ漫画の必殺技の話はどこ行ったんだよ。ロンギヌスでええやろ。台湾のニュースで紹介されてた万波未来車券でよかったのに。グングニルの頃のセンスはどこへ消えてうせたんや。